これは。生きているか？はい、ありがとうございます。危ないところだった。なぜ一般人がここに？避難勧告が出ているはずだが。君はジオ、訳ありなのか？それは大変だったな。君、名前は何というのだ？久方リゼと言います。久方、まさか小一の娘か？馴染みだった。だった。リゼ君はまだ若いから受け止めがたいかもしれないが、落ち着いて聞いてくれ。君の父、正一はゾンビに殺されてしまった。俺はその仇を取るためにここにいる。君には全てを話しておく必要があるだろう。俺の名は滝本、君のお父さんの元同級生だ。君がちょうど修学旅行に行っている頃、俺は10年ぶりに正一の家を訪ねていた。奴を知っているのか？はい、おそらく私が乗っていたバスを破壊したのはそのゾンビです。ならば話が早いな。奴に勝てないと悟った正一は、俺に君のお母さんを連れて逃げろと言った。もちろん反対はしたが、
そのままいては皆殺しになるのは明白。翔一はああ見えて俺よりも相当喧嘩が強い。だから少しでも長く奴の足を止められる自分を犠牲にしたんだろう。号泣する君のお母さんの手を引いて隣町の安全地帯まで必死に逃げたのだ。それからすぐに君の家の周辺である高松エリアをゾンビが埋め尽くした。直ちに避難勧告が出され、人々はひたすら逃げたが、途中で亡くなった人も少なくないだろう。そして俺は正一の仇を取るために武器を手にここにいるというわけだ。あの最強のゾンビ、奴はおそらく全ての感染源、ゾンビのボスだ。奴さえ倒せば人間のゾンビ化は止められるはず。どちらにせよ奴を倒さないわけにはいかないな。だが正一、いや君のお父さんを助けられなかった自分が情けない。死ぬのかもしれんのだぞ。それは滝の本さんも一緒じゃありませんか。それに父を殺されて黙っているわけにはいきません。そうか、君はお父さんに似ているな。では二人で奴を倒そうじゃないか。対抗策がないわけじゃない。準備さえしていれば俺とリゼ君の二人でも勝てるだろう。具体的には一人が麻酔銃、もう一人が破壊力のある重火器を使う。拳銃を数発ぶち込み、ひるんだところに麻酔銃、動きが止まったら重火器を使い一撃で仕留める。その二つがなかなか手に入らないのだ。麻酔銃と火器が手に入るまでは逃げるしかありませんね。ああ、武器が揃うまでは二手に分かれてピストルでも対抗できる弱いゾンビたちを倒し、高松エリア外への進行を防ぐのがいいだろう。俺は西側のゾンビを抑制する。それとこれを持っておいてくれ。 GPS 機能でお互いの居場所が分かる。合流するときに便利だ。死ぬなよ、君のお母さんのためにも。
無事か。滝の本さん、ゾンビとの戦い続きで疲れてきただろうと思ってな。食料と救急箱、寝袋を持ってきたぞ。明日も戦いは続く。体調を整えなくてはな。なんだ。父とは同級生だったんですよね。ああ。君のお父さんは勇気のある人情にあふれた人だったよ。もちろん今もだがな。早く寝ないと明日が辛いぞ。君が寝ている間、俺はここを見張る。
朝になるまでお互いが生きている保証もないが、念のためいつでも発砲できるようにしておくといい。おはよう。ちゃんと眠れたか？滝の本さんのおかげでぐっすりです。そうか、それはよかった。滝の本さんは寝ないんですか？俺は大丈夫だ。一日寝ずとも大したことはない。どうしても眠ければ安全地帯で仮眠するしな。さあ、今日も高松エリア東側のゾンビ抑制頼んだぞ。はい、滝の本さんもご無事で。リズ君、無事か？滝の本さん、麻酔銃とロケットランチャー、ついでにスナイパーライフルも調達できたぞ。これなら奴にも勝てますね。ああ、あとは奴を倒すだけだ。高松エリア外周のゾンビは俺たちで一掃してやる。そうすると必然的に奴は高松エリア中心部にいるはずだ。とはいえ一気に突撃するのはあまりにも危険だろう。少しずつゾンビたちを追い詰めよう。
た。いよいよだな。ここを進めば奴がいるはずだ。奴の身体能力は普通のゾンビの比ではない。二人でひたすら銃を撃っても勝ち目は薄い。そこで役割分担だ。リゼ君は拳銃と麻酔銃の軽火器を持ってもらう。俺はスナイパーライフルとロケットランチャーの重火器を持つ。ライフルにロケットランチャーまで持つと君では重いだろうからな。身軽なリゼ君には奴をおびき寄せ、攻撃を避けながら拳銃でダメージを蓄積させてもらう。その間、俺はスナイパーライフルで周囲のゾンビたちを排除する。奴が拳銃を喰らい、ひるんだところにさらに麻酔銃を撃ち込み、動きを完全に止める。奴の動きが止まったら、俺がロケットランチャーをぶっ放す。運が悪ければ君は奴に、俺は狙撃中ゾンビに殺される危険性はあるが、今の状況じゃこの作戦がベストだろう。これでもうゾンビは増えないはずだ。明日には自衛隊が救助に来てくれる。あとは生き残りのゾンビたちが高松エリアから出ないように牽制だけしておけばよいだろう。我々の弾薬もそこを使っていました。はい、やったね。リゼ君が敵を取ってくれて、天国のお父さんもきっと喜んでいると思うぞ。